子育て新システムの法案も特別委員会で審議し社会保障制度との一体改革であることをアピールします野田総理大臣は今月中の審議入りを目指していて野党に特別委員会の設置を提案するとともに改めて党首会談も呼びかける方針です